ちは、しみちゃんのりみです。はい、懐かしい。懐かしいですね。懐かしいの。はい、兄ちゃんがね、今度あの宿泊学習に行けるんですね。はい、ね、行けないかなと思ってたけど、もうあと数日後に行けることになりました。なのでね、ちょっとね、あの準備をするので、だったらちょっとね、久々にりみちゃんの準備動画でも撮ろうかなと思います。はい、じゃあまずリュックさん、これね、でっかいやつ。しほちゃんはピンクを持ってったので、りみちゃんはね、ピンクはちょっとさすがにね、嫌だということで、黒いリュックにしました。うん、コンバースね、やっぱちょっといっぱい入るから大きいやつなんだけど、これにね、詰めていきましょう。じゃあ持ち物点検表っていうさ、このしおりに沿ってやっていく、で、名札、学校から持っていく。赤白帽子、学校から持っていく。上履き、学校から持っていく。健康観察カード、朝の体温などを記入してくる。ハンカチ、ティッシュ。めっちゃ大きいよ。ハンカチ、ティッシュ。二日分だって、リミ。ハンカチとティッシュ。用意した？してない。してない。用意しなくちゃ。で、名前書ける。うん。名前書かなきゃね。やることがいっぱいです。名前書く。うん。書いていい？いいよ。本当にリミだけ。まあでもリミって名前いないからね。リミしか。リミって名前さ、いそうでさ、全然いないよね。いない。ないよね、今までもね。なのでリミだけでわかります。リミ。リミ書きました。はい、じゃあハンカチ、ティッシュどこなの？持ってくる。じゃあハンカチ、ティッシュ持ってきてください。2日分なんで。めんどくさい。めんどくさいよ。ハンカチ、ティッシュ、ティッシュとハンカチ。しーちゃんの全部。しーちゃんの持ってくの？借りるの？しーちゃんの。それしーちゃんの？うん。へえ、意外。おじいちゃん買ったんでしょ。別に。死って書いた。死って書いた。で、あとしおりで筆記用具、鉛筆3本、消しゴム1個。あ、それ使う？これ筆箱でいい。あ、それ筆箱でもいいね。うん。うん、これね、フライングタイガーで買った、なんかしーちゃんが昔すごい好きだった、何、黒い鉛筆？なんかこの黒い鉛筆ね、これがね、あの4本残ってたので、もうその容器に入れてね、持っていけば折れたりしなそうなんで ね。でそこに消しゴムを入れて、鉛筆3本、消しゴム1個なので OK ですね。まあ、ちょっと4本あるけど予備で1本、うん、あ、いいんじゃない？それでいい？うん、うん、はい、じゃあそれで OK で、次、水筒。水筒はね、ちょっとまた当日にやるのと、あと、ペットボトルのお水を後で2本用意します。はい。はい。で、次、マスク。替え予備を含め4枚程度。はい、マスクある？はい。マスクこれで1回入れるの。あ、そうだね。はい、マスク持ってきましたね。入る？そこに。うん。二人？私。見て分けた3つ。2日分だからね。次、洗面用具、タオル、歯ブラシ、歯磨き粉、櫛など。タオル、歯磨き粉、これ？それ洗面用具だから、それじゃない。歯ブラシ、歯磨き粉一緒かな。この中にこれ見せてください。まだ切ってない。はい、これ歯磨き粉です。はい、これセリアのね、なんか3本入りのしーちゃんの時もこれを買ったやつです。しほちゃんの時もこれ3本入りのやつを買って、りみちゃんもグレーを選びました。開けていい？いいよ、開けて入れろうか。こういうね、透明なケースも売ってるんだけど、
ゆみちゃんは今回ね、ちょっと黒いケースをしました。はい、こんな感じで歯磨き粉と歯磨き OK で、もしかしたら後でね、ちっちゃいあのコップを入れるかもしれないね。あとブラシと、これ持っていかなくていい、それも持ってったら、いつも毎日使ったら使いやすいかも。鏡と、あと櫛、櫛ね、これお気に入りのシンプル櫛。これあんまり使ってない。あ、そうなの。リミのお気に入りのそれか、そっちか。これ3点セット。映ってる映ってない。とこんな感じです。うん、しーちゃんの、そう、しーちゃんから奪ったやつリミ化してます。なんか、そうそうそう、これですね、櫛など。じゃあこれが洗面用具で、それだね。オッケー、きた。めっちゃ空気、めっちゃ空気入ってるけど。こんな感じ。はい、次。次、じゃあお風呂セットいきましょう。バスタオル。これですね、バスタオル。お風呂セットはさ、どうしよう。入れるもの後で考えなくちゃね。うん、なんかに入れていきたいよね。さすがに。そのまま。はい、ということで、お風呂はバスタオルと体を洗う、出る前に体を拭くためのタオル。だからタオル2枚だよ。あ、じゃなくてタオルここでもいるんだね。タオルとバスタオルと、タオル何に使うの？体を洗うんだって、それで。で、あと、お風呂から出るときに、体洗うやつ、これで洗うの？それじゃなくてもいいよ。でも、お風呂から、なんか出るときに軽く体を拭いてから出なきゃいけないらしいよ。じゃあ、これ。うん、それで。で、あと、ボディーソープ、シャンプー、リンス。はい、これね、シャンプーとリンスとボディーソープ入ってます。ママが勝手に買ってきました。これはあの安かったんで。洗顔料あ、そう、洗顔料も一応入ってます。使わないと思うけどね、リンはね。で、あと、あと下着だって。下着はちょっと後で入れよう。で、うん、で、寝るときに着るもの、寝るときに着るものも、あの、後で入れよう。じゃあでっかい袋ね、濡れたものを入れる袋、これで OK かな。あとでそこに下着と寝るときに着るもの、入るかな、そこに全部。ちょっと入んなかったら袋もうちょっと大きいのに入るかな、まあ、とりあえず次行きますか。じゃあ着替え一式だって。靴下、シャツ、ズボンなど2日目の分と、アスレチックで汚れた時に備えて余分に用意しておくと良いです、だって。一応ね、2日目の洋服、それとハンガーにかかってね、これにしましょう。待って、鼻が大丈夫？大丈夫な。あと、あとで、あれだね。靴下とかも入れなくちゃ。10番。あと、下着と。10番。それ、あれだ、パジャマだ。それ、パジャマのズボンでしょ？うん。パジャマです、これは。はい。パジャマ入れとく。うん。はい。はい。オッケー。次行くよ、うん、そう、上着だね。やっぱ虫刺されとか心配なので、やっぱ長袖のね、あの上着とズボン。でもリミはもうズボンだから、上だけね、長袖の上着を1枚用意しました。虫いるの？わからない、どうなんだろうね。まだ誰も行ったこと、泊まったことないとこだから、リミたちが初めてだからね、どういうところか先生たちしかわかんないと思う。はい、これね、グレーのパーカーです。ちょっとね、ダボっと切れてね、
あの何でも寒い時に着てもいいし、なんだろう、ちょっとしたことでね、畳み方それで OK だね。うん、もしかしたら朝着ていくかもしれないね、りみちゃんちょっと寒いっつって。だからそれは一番上ぐらいに置いときましょう、うん、はい。じゃあ次雨具だね。折りたたみ傘かカッパ、一応雨具にしました。ポンチョいいよ、やっぱね、ポンチョの方がね楽だからポンチョにしました。ポンチョはもうほんと羽織るだけでいいんでね、ポンチョの方が楽だよね。大きいね、大きいやつ。お、いいね、すっぽりかぶれた方が出れなくて全部入る。うん、こんな感じでね、すっぽりポンチョタイプです。この方が楽だよね。お化け、ちょっと待ってすごい。はい、こんな感じです。 OK ですね。はい、じゃあ脱いでください。はい、じゃあね、ビニールも適当にいろんな種類を組み合わせて今入れたいと思います。はい、はい、じゃあ次ナップザック、体操服袋のようなもの、まあ、ナップザックね、こちらにします。黒いやつ、はい、これに真っ黒に、もりみちゃん黒大好きだからね、うん、はい、じゃあこれにこれを持っていきましょう、うん、これで以上かな。あとは係の人が係の持っていくものを入れると。まあでもあと部屋で遊べるもの、ウノとかトランプとか、あとドライヤーとか、もし最初一人だったけどね。うん、全員持ってきていて。壊したらダメだから。ああ、個人で持ってきてて。なるほど。じゃあドライヤーも後で入れて、あとまあ薬とかは大丈夫そうだね、リミはね。特に。あと絆創膏。絆創膏。絆創膏入れた？入れてない。これ入れなくちゃ。はい。じゃあちょっとね、リュックにこれらを詰め詰めしたいと思います。はい、こんな感じになりました、はい。まあ、パンパンまではね、いかなかったからよかったね、うん、はい、はい、ということでね、またちょっと明日にでも最終チェックをしたいと思います。はい、はい、じゃ楽しんできてくださいね、はい、ではバイバイ。